実は SNS っていうのは小学生でも使っちゃっていますけれども、各 SNS は中学生以上という利用規定がありまして、表現がそれぞれちょっとずつ違うんで変えたんですけども、SNS、小学生でやりたいというのは、もしやりたいと言ってもダメなんだというお話をしてあげてほしいと思います。あとは今、やっちゃってるということでですね、実態は。小6では11.5%が投稿経験がありと。 いうことで親のアカウントで YouTube 見ててそのまま親のアカウントで投稿しちゃう子どもとかもいたそうで親の名義で何を投稿されるか恐ろしいですしやってしまってはいけないんで YouTuber にコメントしたりとかですね画像を投稿したりとかっていう感じで結構最近はね小学生も TikTok とか好きなんでちょっとやってみたくなるかもしれないですね。 これはパソコン使える小学生に対しての調査なので、もう少し実際は少ないかなとは思うんですけれども、今、タブレットとかスマホとかっていうのは、家庭にあると思うので、勝手に投稿されるっていう危険性があるということですね。ツイッターで気をつけることは、投稿だけではなく、DM も対応されると、メッセージですね。メッセージで今度会おうよとか 誘われるっていうことが非常に多いですねあと LINE 交換しようっていう Twitter だと話しにくいからみたいなのもありますね複数アカウントを持っているので親がメインのアカウントを知っていてもその陰にいっぱいアカウントがあるという可能性がありますでも全部監視するっていうのはちょっと非現実的なのでもしかしたら副アカやってるのかなっていうようなのは思ってていいと思いますだから見知らぬ人とつながりやすいというあります これは趣味とかを通じてですね、知り合えるっていうメリットが裏を返せばちょっと怖いということですね。LINE は閉じているという、何が起きているか親が分かりづらいということがあります。なので気をつけるポイントとしては、先ほどお話ししたステータスメッセージですね、一言書き添える欄に何か変化がないか、意外と親が見てないと思っているので、時々ちょっと様子を見たりとかですね。あとプラフ画像。 友達とのプロフ画像とか入れてるときは別に問題ないと思うんですけど、ね、真っ黒な画像にしちゃう子とかがいて、背景画像も真っ黒、悩みがあることをね、なんとなく誰かに察知してほしいというようなことをする人もいます。もし自分の子供ものなってたら、ちょっとなんかあったって聞いてあげるといいのかなと思います。それから Instagram って気をつけることですね。これはインスタグラムの方も。 24時間で消えるっていうストーリーズ、結構油断して、ちょっと悪いことをして、例えばタバコを吸ったりとか、飲酒をしたりとかっていう、自慢げに投稿しているような子もいるんですけど、それは誰かが画面収録っていう、録音機能ですね。で、撮って、ツイッターに流されるとかっていうこともあるので、そういうことはしちゃいけないよと、いくらストーリーズでも誰かが保存するということは、親子共に分かってた方がいいと思いますね。あと、DM でナンパ的なことが多いと。 それから制服のプリクラとかよくアップされるんで個人情報が漏れやすいというこの辺が気をつけるポイントです。TikTok に関してはですね、まあ、動画を撮る。 とということで動画っていうのは静止画よりもチェックが緩むといいますか一瞬映ってしまう建物とかコンビニなんとか店とか書いてあるとですねもうどこだか分かりますよね。公園なんかでよく撮ったりもしますので公園は家の近所っていうような解釈で、まあ、この子はこの辺に住んでたなというのがバレるという感じです。 あとはコメント欄がちょっと TikTok はひどいといいますかストレートになんかブスとかいうのは割と AI で消したりもしているらしいんですけども臭そうみたいなのはちょっと消しにくかったりもするのでアップすると非常に誹謗中傷的な言葉が投稿されることがあります。ペアレンタルコントロール機能は TikTok に関しては親のスマホから子どものスマホの TikTok を操作できるんですよね。 なので、メッセージブロック機能をつけてあげたりとか、時間制限をつけてあげたりとか、子どもが勝手に直さないようにできるということです。